はい、どうもこんにちは、松井塾の松井です。さあ始めていきましょう。今日は、古代メソポタミアとペルシア文化について見ていきましょうということになります。いいですか。文化とか宗教っていうのは一つ一つやっていきますから、その一つ一つがどこが何人が何教とかいうのをきっちりセットで覚えるようにしてあげてください。いいですか。古代メソポタミアのペルシア文化ということになります。ヘブライ人といえば結構知ってる人も多いと思うんですが、唯一神ヤハウェを、信仰していましたよっていうことが頭の中に要するに、思い浮かべる人っていうのは多いんですが、ヘブライ人っていうのはもともとは多神教だったんですね。多神教を要するに信仰していましたよということからスタートしています。で、そこから、進化していって唯一神のヤハウェになるっていうふうなことになるわけです。で、多神教だとやっぱりまとまりがやりにくいっていう側面はあります。はい。軍事的にもそうなんですけど、民族的にもそうなんですけど、一個の宗教にバーンと絞ってあげた方が、基本的にはまとまりやすいっていう側面はあるんですよ。内乱、内輪で揉めないでしょっていうことになるから、どっちかっていうと、唯一神の方が大体多数派。まあ、現在に至るまで大体唯一神の方が多数派。多神教の方が多数派だったっていうケースっていうのは、ちょっとごく短い期間ではあるんですけれども、あんまりないです。ということで皆さんしっかり覚えてください。ヘブライ人といえば唯一神ヤハウェを信仰していた人々のことを言いますということになります。よろしいでしょうか。それでは本日もご視聴いただきまして誠にありがとうございます。